はい、皆さんこんにちは。こんにちは。レッドウィングジャパンの、プロダクトマネージャー福田です。レッドウィングジャパンリテールマネージャーの川口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、川口さん。はい。今回は、川のご紹介の第3弾ですね。はい、はい、3弾。はい。はい、今回は、ラフ&タフ。はい。はい、こちらをご紹介したいと思うんですけども、はい、まあ動画の最後にですね、今回はプレゼントのご紹介もあるので、はい、まあ、そちらの方を楽しみに最後までご覧ください。ぜひ最後までご覧ください。はい、川口さん、はい、久しぶりですね。久しぶりですね。ちょっとあんまり呼ばれなかったんで、この髪切られて、あ、そうです、その間にちょっと短くなっちゃいました。ちょっとさっぱりした感じで、はい、でですね、はい、すいません、はい、で今回ラフ&タフということで、はい、まあ、見られた方もまあ多いとは思うんですけど、はい、まあ、ラフ&タフってまず何っていう、まあ、そういうところも結構疑問が、はい、ある方も多いと思うんですよね。はいはい、お店でも結構そういうこと聞かれますか？そうですね、これは何っていう感じですねなんか最初からまあムラがあるじゃないですか。なので意外と履いてるブーツなのかなって思われることも新品なのにあることが、まあ、そうですよね、はい、ちょっとなんか普通の今までの革と違って、はい、ちょっとなんか中古加工じゃないんですけど、なんかちょっと雰囲気が最初からあるような、はい、まあ、革に仕上がってる革なんですけど、はい、まあ、これがなぜかというとですね、まず、まあ、この革は普通の、まあ、表側の革をあえて表面をまず少し擦って、はい、毛羽立たせるんですよね、はい、で毛羽立たせた後にかなり前に私が代表の小林と一緒に動画をやったと思うんですが、タンナーのご紹介をした動画の中で、はい、ワックスローラーっていう機械のご紹介をしたと思うんですけど、はい、機械がまさにこの顔とかを作る機械なんですよ。はいはいはい、でそういうふうに毛羽立たせた皮をですね、はい、ワックスローラーの中にこう通すことによって、はい、ワックスを中までこう浸透させて、はい、でこう皮をこう曲がったりするときにすごく変化が出るような皮に仕上げた皮がこのラフ&タフという皮なんですね。はい、まあ、実際この皮をちょっと見ていくとですね、まあ、以前も革自体は少しこう動かしてご紹介したことはあると思うんですけど、はいはい、まあ、この表面、まあ、最初から少しこうムラ感はあるんですよね。濃紺がすごくありますよね。場所によって違いますよね。はい、すごく濃淡があるんですけども、はい、まあ、この濃い部分をですね、こういうふうに引っ張ると、まあ、いわゆるプルアップレザーというものなんで、こうすごくこう押しただけで色が変わるんですよね。はい、でこう指を動かしていくとオイルがこう逃げるんで、はい、こう色がどんどんこう変わっていくんですね。ここ四角なんですけど、はいはい、オイルが走るってやつですね。そういうことですね。はい、はい、で、まあ、これまた上からこうこう擦ってやると、はい、またこういうのが消えてくるんで、まあ、すごく表情が豊かな革なんですよ。でも履くたびに表情がこう変わっていく革ですね。もうそうですね、はい、で、まあ、どうしても靴っていうのは履くと必ずここに履きじわが入りますよね。はい、で履きじわが入った時にここが、まあ、普通の靴であればただシワが入るだけなんですけど、はい、この革は先ほどのようにこう引っ張ったり曲げたりすることによって色がこういうふうに変わりますので、はい、履きじわというのが ものすごくはっきり分かるんですよね。なので誰が履いても全く同じにはならない、はい、そういう独特の革なんですよ。はい、で、まあ、ここの履き靴こちらの方にまたね、そうですね、ショップのスタッフで実際履いてるもの、はい、これ一番同じ革とは思えない今回履き靴だと思います。かなり表情違いますね。全然違うんですよね。まあ、もちろんメンテナンスの仕方は、まあ、そのオイルをどのぐらい塗ってるとか、はい、まあ、ブラッシングだけやってるとか、はい、まあ、そういうのがいろいろ違うとは思うんですけど、まあ、相当表情が違ってきますよね。そうですね、もう、まあ、放置プレイですかね。放置プレイなのかオイルなのか、はい、レザークリームなのかで、はい、やっぱオイルが一番濃くなっているような気がするんですけど、まあ変な話放置プレイで、はい、ほったらかしにしててもそれはそれですごく味が出る皮なんですね。そうですね、だ逆に言うと最初から味が出てる皮だと思います。うん、はい、
なので下手にまあその、まあ、注意点としてまあここであえて言うんであれば、あまりこうオイルを入れすぎてしまうと、そうですね、はい、この皮のそういったあの色の変化が出やすいっていうあの特徴の部分ですね、そこを殺してしまいがちになってしまうんで、まあ、あまりこう手をかけすぎも禁物かな。そうですね、うん、せっかくのいい意味でムラ感が消えちゃう可能性がやっぱり高いかもしれないので、はい、まあ、このラフ&タフのケア方法はまたご説明している YouTube の動画がありますので、はいはい、まだ宣伝になっちゃいますけどね、はいはいまあ、そこでちょっとじっくり見ていただければなと思います、はい、で、じゃあこの皮を使ったもので今皆さんがすぐにご購入できるなっていうラインナップですね、はい、現行と言われるそのラインナップちょっとご紹介したいと思うんですけども、まあ、一番定番のこの、6インチモックですね、6インチモックのこちらの8876、はい、こちらも本当に定番中の定番ですね、はい、まあ、私の大好きな23番の、うん、着方のもので、はい、まあ、幅もいいなんで結構割と履きやすいっていう感じですね。もう典型的なこうデザインですよね。そうですね、ネットインクの中では、はい、で、そっちにあるのが川口さんの大好きな、はい、わざとこちらに置いていただいて、はい、ありがとうございます。もう8番ラストでもうラウンド2なんで、はい、もう今日も履いてますけども、あ、履いてますね、はい、はい、まあこれもやっぱりすごくシンプルですっきりしてるんですけど、すごいですね、うん、もうムラ感が最初から出てるんで、これ新品ですもんね、はい、もう文字通りラフ&タフな雰囲気が最初から出てる、うん、まあラウンドって結構ここ何もないんで割とこうシンプルになりがちなんですけど、まあここの履きじわとかも、まあこちらの履き写見ていただくと相当こう入ってくるんで、はい、まあ、表情がものすごく豊かになってきますね。ラウンドでも出やすい革ですね、うん、こちら、まあ、アイアンレンジャー、このキャップがすごく特徴的なこのアイアンレンジャーも、まあ、この革も使って、まあ、以前これなかったんですけど、はい、やっぱりこの革自体が非常に人気だったので、後々この革も追加されたんですね。で、追加されてからは非常にこちらも人気がある、そうですね、モデルになってます、はい、すごく迷われる方多いかもしれないですね。そうですね。で、またこれは、まあ、最近また定番になりつつあるブラックスミス、はいはい、こちらの方も、うん、ラファンダフの使ったこのモデルがありまして、こちらもちょっと枯れたような感じで ね、はい、ねがヒールがあって、これ8番ラストそうですね、8番ラスト、はい、8番ラスト、8番うるさいです、ね、はい、でよりまあこちらの白底よりも、ミニラグソールで、はい、アイレットの上もフックタイプで、すっごくクラシックな雰囲気、もう昔からあるようなワークブーツの雰囲気が結構簡単に出せる一足かもしれないです。シューレースも平紐ですしね、はい、このワックスレースがついてて、ワークというよりは本当ちょっとフォーマルドレスな雰囲気もどっか匂うような、うん、なんでまあジャケットパンとかでちょっと切れ目でもこれは全然いけますもんね、はいはい、かっこいいですねこれ、はいはい、でちょっと今モックもご用意、ご紹介したんですけど、はい、まあ、ちょっと一味違うもので、これも昔からあっても定番中の定番ではあるんですけど、はい、まあ、あまり皆さん見られたことがない、テニスされたことないっていうモデル、まあ、こちら1907というモデルなんですけど、これいつぐらいから展開されてるんでしょう。これはですね、もう2000年代前半ぐらいですか、2006年7年とか、まあ、そのあたりですかね、はい、まあ、そのぐらいからもう実は展開しているモデルではあるんですけど、はい、まあどことなくちょっとこのモックと違いますよね。木型もちょっと違いますかね。はい、ちょっとフォルム違いますね、はい、違いますね、はいはい、これはですね、実は中にですね、実は中にこうインソールが装填されてるんですよ。最初からついてるタイプですかね。そうですね、レッドウィングのこういったモデルというのは中、普通の革の中底っていうのが基本的な仕様なんですけど、はい、こちらはですね、あえてこのクッション性のあるインソールを、はい、装填した状態で履くように、そういう木型で作られているモデルですね。でこちらの23番に対して、こちらは45番というインソール用の木型を作られている。あ、じゃあ敷くことをもう前提に開発された木型ということですね、はい、まあ、もちろんこれを抜いて、はい、抜いた状態は通常の革の中底が入ってますんで、はい、普通にも履けますし、はい、まあ、これがもともと入ってますんで、はい、クッション性があって履きやすいというモデルになってます。じゃあ、まあ足当たりちょっと柔らかいの好みの方なんかも最初トライしやすいかもしれないですね。そうですね、まあ、これもともとこれに装填してされているものなんですけど、はい、まあ、これ自体をすごく気に入った方が非常に多くてですね、うん、まあ、単品でこれどうにか発売してくれないかというので、はい、まあ、これとほぼ同じ
ものを今直営店とかで販売してるので、そうですね、増えましたね、まあ、このモデル持ってなくて他のもので一回試してみたいなって方はその、はい、インソール自体、まあ、一回買ってみてもいいかもしれないですね。そうですね、はい、あとはでも実は細かいディテールが微妙にどんどん変わってますよね、はい、そうですね、まず一番ちょっと、うん、気になる点、はい、こちらのウェルトですよね。ウェルトの部分、コバの部分ですね、はい、ここがちょっとこういう立ってる、はい、立ちコバになってるんですよね。なんでここの部分を見るとすごくこうボリューム感が出て、まあ、水が侵入しにくくなってるという、まあ、メリットもあるんですけど、はい、見た目のかっこよさっていうのもあります。はいはい、スプリットリバースウェルトという呼ばれ方をする時もありますかね、はい、まあ、そうですね、ここ の、 ウェルトを、まあ、ちょっと半分に切って立ててるような感じ、はい、それで、まあ、スプリットリバースという名前にはなってるんですけど、はい、まあ、特徴的なウェルトですね、はいはい、で通常のこのモックとはミッドソール、こちらが白いミッドソールなんですけど、はい、こちらは、まあ、茶色いミッドソールになってます、はいはい、これもちょっとアクセントになってますね。でこういったアイレットも色が、はい、こういったちょっと暗っぽい色がついてるんで、こういうところもアクセントになってます、はい、あとは通常のシューレースとこちらのレザーのシューレースがついてるので、まあ、これも気分によって付け替えるっていうのも雰囲気が出ていいと思います、はいはい、でこれ Y2 は D ですよね、はい、D ウィズなんですけど、はい、なんかボリューム、そうですね、まあ、形状が、はい、ラストの形状もあるんですけど、まあ、こういったウェルトの部分とかも含めるとかなりボリューム感があります、はい、よりインパクトちょっと強め、そうです、ね、足元持ってきたい時なんか、はい、ちょうど私今日履いてるんですけど、まあ、すごくボリューム感は出るんですけど、まあ、すごくかっこいいですよね。そうですね、はい、雰囲気があって、でも足首に向かってはやっぱ綺麗にこうし、そうですね、縛り上げてる、はい、編み上げ感もすごいかっこいいですね。シルエットはすごく非常に綺麗で履きやすいです、はい、まあ、インソールもクッション性もあるんで、はいはい、でただですね、ちょっと注意点的にはこのインソールが入っていることによって中が少し狭めになっているので、はい、通常のこちら60億と比べるとサイズを少し気にした方がいいかもしれないですね、まあ、同じサイズで弾ける方もいらっしゃるんですけど、まあ、中の少し狭く、天井とか狭くなったりするので、はい、まあ、木型も違う上で少し、慎重に選んでいただければいいですね。同じサイズか 0.5 上がるかぐらいですかね。あとお好みですかね、はいはい、まあ、そこら辺も実際に手に取って試していただければと思います、はいはい、久保さん、これは何ですか？見つけちゃいました、はいはい、説明してください。これ、まあ、先ほどご説明したこちら1907と、はい、形は一緒ですね、はいはい、で同じラフ&タフという革なんですけど、はい、こちらはコンクリートラフ&タフという、コンクリートラフ&タフ、はいはい、同じこのプルアップレザーではあるんですけど、はい、色味はですねちょっと暗めな色味、まあ、コンクリートというところからインスピレーションを得てるのかもしれないですけど、はい、まあ、割とそういうアメリカってそういうネーミングしますよね。そうですね、日本人はあんまりなかなか考えつかないんですけど、はい、まあ、結構そのコンクリートラフアンタフという川の名前もかっこいいですよね。なんか退色してなんかこういい感じに抜け感がありますね。そうですね、はい、まあ、またちょっとこういった茶色とは違う雰囲気の革なので、はい、まあ、ちょっと少し新鮮ですけど、はい、海外では通常販売されてたんですけど、はい、日本ではまだ取り扱いがなかった革になりますね、はい、でこちらももう間もなく販売を日本でも開始することになりまして、秋口ぐらいには皆さんにご案内できるんじゃないかなと思います。なるほど、秋口、はい、まあ、じゃあこれもおそらくお問い合わせたくさんいただくかもしれないので、はい、まあ、ちゃんと発売日が決まったら、はい、またインスタグラムで、はいはい、告知をした方が良さそうな色ですね。そうですね、はい、まあ、革とのコンビネーションもすごくいいと思います、はいはい、楽しみにお待ちください。お待ちください、はい、はい、はい、まあ、そういう感じで革の方今ご説明してきたんですけども、はい、まあ、ここで、まあ、以前にしたら直営店のスタッフのコーディネートとかもそうですね、ご紹介はしてたと思うんですけど、はいはい、まあ、ちょっとうちの、ね、スタッフばっかり見せてても、まあ、面白くないので。そうですね、はいはい、で直営店だけではなくてですね、日本全国にいろんな販売店さんがたくさんありまして、
まあ洋服屋さんもあれば靴屋さんもあれば、はい、まあ、いろんなところでレッドウィングの商品取り扱っていただいてるんですけども、はい、まあ、その中で、まあ、私たちが、ちょ選びましたあのお店さんをご紹介したいなと、はい、おすすめのお店をご紹介、はい、はい、していきましょうか。まあ、はい、あのコーディネートだったりとかそのお店さんのご紹介を、ね、はい、していきたいと思います。はい、はい、でまずはですね、こちら東京上野のですねフットモンキーさん。はい、はい、まあ、まあ、僕ちょっと前職が上野だったんですけど。あ、そうですね、はい、上野で勤めてたことがあるんですが、はい、まあちょっと御徒町寄りなんですね、アメ横で、はい、でもう多分避けては通れないお店だと思います。そうですね、もう電車からでもあの黄色い看板が見えますよね。はい、もうフットモンキードンってありますね。ちょっとロゴが可愛かったですね。あ、そうですね、はい、はい、でまあこちら写真に出ていただいているのはもう、はい、あのもうレブスの社長ですね、はい、田中さんです。はい、はい、いやまあこの写真見てもこのオールインワンに、はい、この190はもう今日僕と一緒ですけど、まあ、見たもう全然違いますね。全然違いますね。全然違いますね。いやそういうディスリーはいいです。あ、そうですか、すいません、はい、いやもうでも僕らにしてみれば、はい、こういうオールインワンにこういうレッドウィングを合わせてもらうと、はい、もう本当にこれ嬉しいですよね。はい、なんかなかなかやっぱり最近こういうファッション好きでもあのちょっとなんかなかなか思い切ってできないとか、はい、まあ、そういうのもあってこういうスタイルをしてる人を見ると僕らは嬉しくなっちゃうんですね。まあ本当にもう我が道を行ってるような雰囲気がすごく出てますし、はい、あのちょっとあのサングラスもかけてらっしゃるんでなんかいかつい感じにするんですが、すごく優しくいい人なんですよ、はい、でも明るく楽しく前向きにみたいな感じがこうぶら下がってるような方なんで。そうですよね、本当にインスタグラム、まあ、すごく、はい、あの頻繁に更新されてて、はい、まあ、あのご本人よく出てるの僕私も見ているんですけど、はい、まあ、あのすごく楽しそうだなっていう感じがしますね。レッドウィングも、まあ、あの東京ではねすごく随一の、そうですね、もう品数がもう本当にすごく多いお店ですよね、うん、はい、まあ、一度まあね、東京上野に行かれたらあの一度覗いてみていただければと思います。はい、はい、お次はまたちょっとこう日本海側に移りまして、はい、あの新潟県のノーザンアイランドさん、はいはい、のスタッフの小林さんですね、はいはい、こちらもですね、まあ、洋服屋さんですよね、はい、あのセレクトショップさんで、まあ、すごくベーシックな、はい、あのスタンダードなカジュアルっていうのを提唱している、まあ、地元の人気店なんですね、はい、まあ、アメリカとかイギリスとかその辺のベーシックなブランドを取り揃えているお店さんですかね。はい、はい、まあ、アイアンレンジャーってちょっとこうラフな、はい、うん、イメージで崩した感じなんですけど、はい、まあ、こういうあのジャケパンスタイルっていう感じでも、はい、あの合わせられるよっていう、はい、すごく綺麗な恒例ですよね。そうですね、はい、でラフ&ターフのちょっとそのちょっと外しましたっていうところがすごくこうセンスが光るというか、うん、真似したくなるコーディネートですね、はい、まあ、ちょっと、はい、あの変えてみたいなと思う方は参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、はいはい、次はまたですね、あの距離移動しまして、で今度は関西です。はい、西へ、はい、はいはい、でこちらは神戸の GMM ストアさんですね。はい、はい、今回出ていただいたバイヤーの西村さん、はいはい、あの展示会にもあのよく来ていただくこのバイヤーさんなんですけども、そうですね、はい、はい、まあ、今回スタイリングももうアメカジっぽく、そうですね、ミリタリージャケットに、はい、デニムという、でもやっぱちょっとこう小物とか入れてなんかすごくかっこいいですね、はい、まあさすがバイヤーさんだなって、ね、そうですね、はい、はい、まあ、ここの GMM さんもう、はい、ストアもねすごくかっこいいですよね、はい、ニューヨークの双方の倉庫をイメージした店内の内装なんですね、はい、まあ、どんとこう、はい、吹き抜けのところにこういろんなアイテムがこう壁のところ狭しと、はい、いろんなものが飾ってあるんで、まあ、お店だけでもちょっとこう雰囲気に圧倒される感じですよね。そうですね、多分本当ずっといたくなるようなお店の雰囲気と、うん、もう広さと、うん、もうなんか絶対何か欲しいの見つかりそうなお店ですね。やっぱり僕らみたいなこうアメカシ好きな人間にはやっぱ結構たまらない感じのお店ですよね。はい、もう一度は行ってみたいお店じゃないですかね、はいはいはい、なので、まあ、お近くの方はですね、ぜひお店の雰囲気見るだけでも一度足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、はい、で最後ですね、はい、こちらはまたドンと南へ、はいはい、南へ行きまして、はい、こちら九州の大分ですね、はい、大分の、Sボートさん、はい、はい、でこちらは店長の林さんに、はい、出ていただきます。で、あのスッキリとまとめてね、
岡が911はい、履いていただきます。なんかこうレッドウィングを主役にしてくださったようなスタイリングですね。はい、はい、なんかもうすごく911ってもう本当になんでしょうね、変にこう手加えると、はい、こう個性死んじゃうようなまあところもあるんで、特に丸い、ね、ラウンドのところで、はいはい、まあそういうのもあるので、まあ、すごくいい感じに、はい、仕上げていただいてます。でもあのなんかレッドウィングの直営店みたいなぐらいしっかりなんかコーナー組んでいただいてて、ドン付きのところに、はい、あのレッドウィングをこうもうフェースでドンとこう、はい、出していただけるんで、まあ、あんまりなかなかこう今まで現物見たことないなっていうのはもうあのそういうモデルもあったりはするの で、まあ、大分では本当にあの随一の品揃えですから、はい、まあ、ぜひ、ね、いろんなものを探してた方は、はい、あの一度足を運んでみていただいた方がいいかなと思って、で、まあのまあ、写真見ていただいたら分かるんですけど、まあ、靴だけではなくて、はい、あの中継用品とかですね、はいはい、あの小物とかそういったものも非常に充実してるんで、はい、なかなかそういうものってこう買おうと思っても近くなかったりするんですよね。はい、そういうものもあの探しに一度行っていただけたらいいかなと思います。はい、はいはいはい、では皆さんお待ちかねの、はい、プレゼント、はい、告知ですね。はいはい、で今回ですね、はい、こちらの革のご紹介をしたというところにちなみまして、はい、でこちらのラフ&タフの革を使いましたこのコースターですね、はい、でこちらをご用意しました。このキャンペーンのためだけに制作しました。はい、で通常販売しているものではもちろんありません。はいはい、でこちらとですね、で以前、まあ、直営店では少し販売はしたんですけれども、はいはい、こちらのレッドウィングのマーク入った、はい、陶器のマグカップですね、はいはい、こちらもセットにして、5名の方に、プレゼントしようと思ってます。はい、ちょっとお色は お選びいただけないんですけども、はいはい、まあ、当たった方どういうのが来るかなっていうのを、そうですね、心待ちにしていただければと思います。はい、まあ、この少なくともこのコースターは5個しか流通しないので、そうですね、まあ、すごい限定感は高いですね。はいはい、なんでこれもラフ&タフなんでこう曲げると色が変わる、まあ、すごく革の特徴が分かりやすいですね。はい、はいはい、で応募方法なんですけども、はい、いつも皆さん今までこの動画終わった後にコメントをたくさんいただいて、はい、本当にこれありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ励みになってますので参考にさせていただきます。はい、で今回ですねそちらのコメントをしていただいた方、はい、で中から5名こちらの方で抽選いたしまして、はい、でそちらの方にこちらのセットをプレゼントしたいと思います。はい、本当これからのリクエストですとか、はい、何か商品の感想ですとか、はい、もうどしどしコメントいただいて、はい、お酒のコメント多いよとかね、いろいろそういう苦情も、はい、いただければと思います。はい、申し訳ありません。はい、はい、なんでどしどし応募ください。はい、はい、はい、ということで、はい、今回はラフ&タフの革をいろいろ紹介してきたわけですが、カオ、はい、さんどうでしょう。いやー、このパッキング詰めると本当にかっこいいんですよ。なのでもっと改めて新品の時が一番ボトムで履き込んでいくとどんどんかっこよくなるっていうのがこれ本当に体感できるブーツの革だなっていうのを、ね、はい、思いました。もう、うん、本当履き込みたくなる革ですね。そうですね、はい、やっぱり履いていってこう自分らしく変わっていくっていうのは、はい、やっぱりこうすごく楽しいと思うんですよね。そうですね、革としては、はい、からまた変わっていく話とか、福田さんちょっと上野でですか。この後、はい、まあ、上野行くであればね、なんか久しぶりに上野行きたいんですよ。田中さんにちょっとご連絡しないわけにいかないので、はい、まあ、田中さんにもご連絡し、まあ、面識ないですけどいや行きたいですねやっぱり、はい、まあこういうのね、はい、落ち着いたら、はい、まあ、今ご紹介したお店さんもいろいろ回りながら、はい、まあ、各地でねそういうのご当地の日本酒とかいいですね田中さんね、はい、お酒のことばっかりですけど、はい、すみません、はいはい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、今後もこういった、はい、いろいろ変わるのについてだったりとか、はい、まあ、靴のディテールだったりとかもご紹介する機会を設けていきますので、はい、またそういった機会にはいろいろ見て、楽しんでいただければと思います。はい、はい、